はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード3続きをやっていきます。下水道ですね。で、バッテリーをはめるところにも来ました。で、アイテムはこんな感じ。もうパンパンです。まあ、ただね、回り道してでも、最初はね、アイテム回収した方がいいと思うんで、ちょっとそこら辺はパパパとカットして、ここから始めていきます。じゃあ、バッテリーはめていきましょう。なんか一瞬んってなったよね。さてこの先、この張り紙ではないか。別にちょっと地図を見るか。こう行ってこう行って、あれなんだ、下へ行くのかな。カルロス聞こえる？ジル、やっとつながった。大丈夫か？なんとか生きてる。やつは巻いた。よし、地下鉄は準備 OK。 君が戻り次第出発だ。待っててくれんだね。ニコライはもうさっさと行けよって。うわこいつ待ってたのか、ずっと覗きながら。なんか持ってるし。なんだよ。おい、追跡者から逃げる。ヒットポイント減ってないか、お決まりのパターン。あっつ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 。こっちみたいなのがあるけどさ、本当にこっち行けそうだよね。する知能があるの。あ、セーブポイント。ここは安全地帯か。安全地帯にいる間ってやつどうしてんだろう。グレランを装備してるかな俺今。さすがにハーブはもういらないな。預けておこう。出た瞬間さ、わーとかないよね。あいつ待ってんの好きだからな。なんでこっちだけカバーされてるんだ。うわ、いっぱいいる。どうしよっかな。アイテム見てる余裕がない。ささっと OK。いいね、緊急回避いいわ。で、上行くべきか左行くべきか。いけないな。早く上へ逃げないと。なるほど、上ね。ありがとうございます。どっかさ、なんか隠れるとかないのかね。あいつはでも、あ、これ多分。おい、ホールド。ちょっと待って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 、ホールドで、あ、ポイってやれよ、ポイってやつ。でもジャンプしてくるか。なんかあいつ楽しんでるよね多分獲物を追い詰めていく快感に目覚めたのかな。ちょちょちょ、え、道が分かんねえ。ジャンプ。もうあいつの姿を見てる余裕がない。ひたすら逃げる。頭が良くないのがせめてもの救い。武器を装備するっていうことを覚え始めたけど、やつの知能も成長してんのかな。上逃げてって大丈夫なんだろうな。おーおーおーおお、上に行ったらもう最終的に逃げ場がなくなるんじゃない。行けって言ってるからね、行くしかない。あれ、これはアイテムボックス、セーブポイント。一応これ読んどこう。解体工事延期の告知。暴動発生のため解体工事の一時中断が決定しました。安全確保と盗難防止のため発電機を含む全ての電気工具類は屋上に保管します。暴動収束まで当ビルは立ち入り禁止。作業員は直ちに退去し自宅待機してください。自宅待機は休業手当の支払いが必要だからね。アメリカもそうなのかちょっと分かんねえけど、でもコロナで休業の保証するとは言ってはいるよね、アメリカね。日本はもっとなんとかしてほしい。決戦か。もう戻れない。いいだろう。追跡者を倒す。
やつは動かない。あちゃ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 、髪の毛とか燃えない一瞬で。あ、なるほど、そういうことですね。わかりました。ちょ、一回回収。あ、グリハードもあるね。うお、燃えてる。これ木製？いつか燃えてなくなるとか。一瞬で顔出して。どうだ。このままガンガン行ってる。逃げよう。うお。いや、弾込めるのが遅い。グレーラン使う？あのボンベってまだ燃え切ってないのか。逃げろ。入って。うん、減ってんな。使おう、これは。こっち。ちょっと、いや、ちょっと暇がね。あって。いや、回避が難しい。燃える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 。死んだ。アシストにできますとか。しない。普通に行きます。火炎放射のリロード中、追跡者は無防備になる。そうなんだ。ボンベを完全に爆破させるべきなんだな。多分さっきのはまだちょっと火がついた段階だから。ヘルメットかぶってこうよ。頭燃えるぞ。ちょっとここにあれないかな、アイテム。他にないな。じゃあどうする、どうなの。まあ、やっぱり信頼と安心と信頼のショットガンだな。それほど信頼できないけど。このさ、バッテリーみたいなのが横に置いてあったじゃん。これは使えないのかな。接近戦で回避しながら戦うとか。もう戻れない。無ボンベを狙えば。よし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 。ちょっと今のうちに。俺が燃えてる。あれチャージしてんのか。逃げろ。弾をね、込めてる間が、あ、走りながらやった方がいいね。逃げろ。でも早いな。2発だな。2発やって距離取って、どっちが来る。あっちが来るかな。え、なんだ。なんでこんなさ、あれ、あちゃ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 、あれになってんの。え、どっち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 。あっちか、来てるか。よし、爆発した。どうだ。ここチャンスか。うわ、めっちゃ覚醒しとる。ほんとだよ。うわ、来た。なんとなく回避。刺激が重い。ちょっとこれ食らうな。いやダメだ、回避ができねえ。よし、いるんだ。どうだ、倒した。いや、死んではないけど。てかハープ取っとけばよかったな。だったらもう二度とここには戻ってこないだろうな。さすがスターズ。とんでもねえ状況だな。避けるのアクションないよね。バイオハザード5とか6とかだったら絶対そういうアクション出てくるからな。一応待ち、すげえ。一応交渉。やっぱりあの草取って使っとくべきだったわ。
あそこでもさ、弾なくなったらアウトだよね。全然弾なくなかった。こちらジル、聞こえる？はっきり聞こえる。そっちは無事か？ええ、やつを倒した。よし、よくやった。で、次だ。おとりになるなんて自殺行為だ。説教はやめて。ああするしかなかったの。そうだな。それとありがとう。もう地下鉄が出る。急いで戻れ。いや、戻れって言われても、どこ、これ。全然わかんねえ。真っ赤っかだ。弾がない。一応ハンドガンにしとくか。ハンドガンの弾回避少しだけど慣れてきたね。あれ、 どっから行くんだ。え、マジでわかんねえ。こっち、え、どこだ。こっち側が行けそうだけど、いや、行けなくないか。ん？どこだ？え、なんだなんだ？あ、ここか。あれ？そう、ちょ、こっから始まったんだよね。こっから始まって、こう行って、こう行って、ここに行けってこと？ここら辺になんかでもゾンビはいないね。でこう来て、この上とか登れそうだけど、登れた。でこれを伝って、あっちになんかいるし。生きてる人、あれ、ゾンビがただだんだんやってるだけっぽいな。いや、ゾンビだな。手に血がついてるわ。シカトしていこう。このなんか装甲車みたいなのあるけど、それでも鎮圧できなかったんだ。いや、なんかありそうだけどね、こっち側とかアイテム。すげえ探しに来て、こいつらくらいだったら。いや、あいつ絶対ゾンビでしょ。こいつも動き出しそう。ドラム缶がある。え、待って、どっちだ。こっち扉がある。いや、こっち行こう。探索をする。アイテムを求めて。いや、なさそう。無駄足か。え、ガチで無駄足。いや、アタッシュケース。え、これ何、強化火薬か。まあいいや。ショットガンの弾の足しにはなる。だいぶ使ったからね。いや、弾は使いたくないから、このまま突破する。どうなってんだっけ。グレランがあるから、こっちはこっちでなんかあるかな。見るだけ見よう。すげえな、これまだ工事中だったんだ、ここ。あれ、両方いけるぞ。なんだ、結局つながってるのか、お店で。いや、そんな感じではないな。お、ここ拳銃屋さん。なんか今飛んなかった。炸裂弾どうしようかな。ん、セミオートバレル、ショットガンのパーツ、セミオート機能、連射性能を向上、破壊力の向上も期待できる。いいね。どんどん改造されていく。うわ、その代わり2マスになった。あ、これハーブっぽくね。使えないんだよ、ただ今このまま使えないの。あ、組み合わせるか。じゃあこれを組み合わせちゃおう。炸裂弾でグリーンハーブはちょっと使うもん。ハンドガンの弾いいね。宝庫だね。ガンパウダー、ガンパウダーも動くな。おっと、ジルか。ケンド、無事でよかった。無事ってわけでもないが、脅かしてすまなかった。何が来るか分からなくて。無理もない。それより地下鉄で脱出しようとしてるの。来る。地下鉄、そうか、明暗だな。
これからすべきことが山ほどある。あなたのスキルが役に立つ。どうしたの？なんでもない。ただタイミングが悪くて。ああいや、俺は大丈夫だ。他の手を打つから。平気よね、最高のガンスミスだもん。いや、でも無茶はしないで。無茶をするのは君の仕事だ。気をつけてな。マジか、これバイオ2のあれなんだよね。駅に行くんだったら店のすぐ外の通用路を通って行け。いいな、鍵は壁にかけてある。あ、結局このイベントは見なきゃいけないってことか。古びた鍵、これ以上持ってない。じゃあもうやっぱり組み合わせしよう。娘さんが感染して、あ、まだ大丈夫か。そんなに時間は経っていないから。切ない。ここに、あ、ここ安全地帯なんだ。ちょっと整理していくか。鍵必要。弾2種類持つとやっぱきついよな。もうちょっと焼夷弾預けよう。炸裂弾を持っておくか。圧倒的に弾不足だからね。よし、これでいこう。で、こっから外に出て向こう側へ行けと。あ、ここ鍵がかかってたんだね。なるほど。うん、あ、ハーブ一応持ってこう。あ、後ろで動いてんな、こいつもか。食らったか。もうこれ全体食らうよな。しかも湧いてるやつじゃねえかよ。まずだからこいつを確実に始末する。どうする、ダメだ、もう戦わざるを得ないな。いって、遠距離とかずりーよ。あ、わかりやすい。さて、そっから完全人んちだな。あ、人形がある。全然壊してない。もういいや、それはまた別の時にやろう。弾一発すらいるのかよ。いって、弱点が露出してる時にやらないと。どうだ、よし。12時23分くらい減ってる、ヒットポイントが。どっちから行く、外に出てなんか行きそうだよね。家を漁ろう。普通の家にさ、銃の弾とかってどうなの。新聞、ラクンタイムズ投稿欄、記者殿、私は今回重要な問題提起をしたく筆を取った。子を持つ親なら誰でも知っている。ダウンタウンのクリスタルプロムナードはいつも大勢の家族連れで賑わっている。中でも人気なのはおもちゃやトライアンクル。親の財布にとっては敵高いんだ。だがその店の屋根の上に設置された巨大な立体看板は風の強い日いつもぐらついている。どうやらネジが劣化して取り掛かっているらしい。あの人形の首がもしも上から転がり落ちてきたら子供たちを巻き込んだ大惨事になる。私はこれまで3度店舗に直接危険性を指摘しているが補修工事がされた様子はない。事故が起こってからでは遅い。行政指導による強制撤去も視野に入れた。早急な対応を求めたい。ティモン・ワールズみたいな。キピック内容戻るか。少しでもアイテムを回収するために敵は排除してるはずだよね。キーピックで一つまたマス使うって言ったらこの鍵いらねえかも。捨てよう。やっぱ焼夷弾がな、焼夷弾っていうかクレランが大して機能してないからね今んとこ。まあちょっと温存してるっていうのはあるけど。でキーピック取って、レッドハーブ、グリーンハーブどうしてたっけ、預けてあったっけ、なんかあったな。炸裂弾 B か炸裂弾じゃなくてなんかわかんない、読めない、薬莢みたいなやつ。これをだから組み合わせで一回取らなきゃダメか。預ける、グリーンハーブ取り出す、
組み合わせる、キーピック取り出しての弾が1個、救急スプレーを預けるか。ちょっと救急スプレーが2つあるから、まあ最悪回復はなんとかなる。弾なんだよね今不足してんのは。さて、あの中に何が入ってるか。キーピックをでもさ、ずっと持ち歩くのはだいぶ圧迫されるから嫌なんだよね。これを取ったらキーピックを預けに行くか。ちょっと面倒だけど、そういうやりくりがちょっと必要だよやっぱり。弾か、炸裂弾どうする。グレラン使っていくか。6発で、あれ焼夷弾が今2つ入ってるから、弾を変えられるっちゃ変えられるけど、ちょっとこの2発は使ってこう。で弾、炸裂弾を込める。焼夷弾はまあ預けてあるから切り替えはできるし。これどこ、うっ、来た。今度はわけのわかんねえもん持ってやがる。これロケラン、うん、違う、ロケットランチャーか。いったどうする、完全デンジャーだな。早速使うか。ピーってなるとまずい。来た、うわ早い。いって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 、逃げろ逃げろ。うわとりあえず、うわ何とか今のうちに。いやそういうとこじゃねえよ。大丈夫か、カルロス。いやダメ、追われてる。おい冗談だろ、殺したんじゃないのか。違った、やつは死なない。回避回避回避行って、あ当たった、違う。あ、アイテムっぽいのが見えた。左取ってる余裕があるのか、あれを。これ、いや取ろう。救急スプレー回復しろってことか。コーション、結局またなんか工事現場みたいなところに逃げ込んでるな。ちょっと弾込めておくか。で飛び降りか。だけど奴もついてくる。大丈夫だ、俺は死んじゃう。ここ最初のとこだね、バツになってる。ここも行けないから、ちょっと待って、錠前のついた扉行く余裕あるか。来て、鍵まだあったか。余裕あればマジで行きたい。ちょっと待って、イベント挟んじゃったよ。あっ、まあゴロ、ちょっと待って待って待って、潰されちゃったよ。どっから、あれを横に逃げなきゃいけないんだな。落下物に当たると致命傷を受ける、全力で回避しろ。やつも知恵がついてきたな。知恵がついてきたんだか、アホなんだか、それは一緒だよな。こっからね、待ってね。だからこうでしょ、こうでしょ。でこれをこっちに逃げて、
錠前はキーピックで大丈夫だよね。だってチェーンカッターもういらないって言って捨てたから。だこれを左に逃げ込めばいいんだよ。ちょっと左にいよう。いやダメだ。めちゃくちゃね。ダッシュ。え、ちょっと待って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 。そんなでかいの？これさ、ロードがめんどくさいんだけど。めちゃくちゃね。ちょっと待って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 。これこっちで、こっち。シュールだ。行こう。お、なんだ爆発したか。こっち、ちょっと待って、行けねえわ。行けるか。行けねえ。じゃあただ当たったらちょい、え、ちょっと待って、どっちこっちか。え、またこのパターンかよ。回復は一応救急スプレーがあって、焼夷弾がな、ちょっとあんまり使い物にならんからな。これ回避回避回避。向こう行けっか。もうちょっと引き寄せないとダメ。あいつめちゃ悪いな。断層もそっちゃ一気で直撃した。背中に直撃したように。来るか。赤くなったら回避、赤くなったら回避。いってはまったはまったはまった。意外に軽傷。扉閉めろ。ゼル、こっちだ。待ってたのかよ。後ろから援護してくれよ。見てたなあいつ。頑張って避けてんなーって。背中に直撃してるけどね。ホームへ向かう。いや、なんだ、なんで立ち止まったんだ。いや、そんな早く俺動けないんですけど。最初はひどいことも言ったけど、助けてくれてありがとう。いや、借りを返しただけだ。君は俺、早く行けよ。突っかかってんだけど。とにかくこれでみんな町から脱出できるのね。ああ、君はもう大丈夫だ。あなたは一緒には行けない。地下鉄には乗らないんだ。どうして？新たな任務だな。町を救うためなら何だってやるさ。え、なんだ、めちゃくちゃ勇敢だなこいつ。いくらもらえるんだろう給料。めちゃくちゃ危険だよね。コール、なんだ、ジャパニーズ着物。いや着物はこんなんじゃないよ。お前見とれてんなカルロス。このポスターに見とれてやがる。隊長元気になってんじゃん。お手柄だな。噂通りだ。よくやってくれた。中へ入れ。すぐに出発するぞ。カルロス、タイレル、お前たちの次の任務は外に戻ってナサニエルバードを探すことだ。これが最終列車じゃないわよね。心配するな。市民の無事が確認できたら列車を戻す。先に行っててくれ。俺は死なない。俺のいない世界なんて寂しすぎるだろ。はいはい。バードは重要な研究者だ。彼のワクチンが街を救う鍵になる。分かるようになったじゃないか。大事なのは自分の命だけだ。頼んだぞ。よし行こう。誰が電車を動かしてんの？2時11分。
バードみたいな研究バカがまだ生きてると思ってるわけじゃない。情報が正しければ生きている。どうした、チームメイトのことが心配か。もっと気になることでも。思考能力のないゾンビが舞台に奇襲をかけるとは実に奇妙だ。ゲートに鍵がかかっていたのもな。違うか。今の何？追っかけてきてる。ちょっと、なんでこいつまだ生きてるの？よせ、もう助からん。来い、こっちだ。ニコライ、何のつもり？奴の狙いは俺じゃない。ニコライ！お、やられた。俺の列車から降りろ、このクソ野郎め。ダウンタウンからの脱出。ラクーン警察署正門。今頃地下鉄は町から遠く離れているはずだ。あのセクシーな連れも。彼女はそういうんじゃない。素晴らしい警官だ。よし、しっかり集中してくれよ。もう警察署だ。ここが動かすんだ。どう見ても墓場だから。アイテム見よう。ナイフ持ってる。ハンドガンも一応持ってんだね。で、アサルトか。オーケーオーケーオーケー。バード博士を探す。というところで、じゃあ、カルロスに視点が切り替わったところで、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。なんか言っちゃってるよ。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。